話し合いましょう。この状況でどんな言い訳するのか聞いてあげる。まさかあの子が見えなかったとでも言うつもり？ちょっと待ってよ。どういう意味？あの子って。あんたのリムジンを血まみれにした子よ。ああ、あれね。よかった。てっきりライバル会社の資格かと。どうも誤解してるようね。対人賠償保険には入ってるし、保険金はとっくに支払い済み。もう解決してるの。あなたが受けた仕事についても同じように解決できる方法があるはずよ。30秒をあげる。説明して。その子の両親か婚約者に私を殺せって雇われたんでしょ？いくらの契約か知らないけど、私の金庫にはそれよりたくさんのお金がある。残念ながらお金には困ってないんだ。金庫の中身を全部あげる。私は町のどこかに移るから、あなたのフィクサーにも誰にもバレやしない。いい話でしょ？論外ですね。あんたの行き先は死体置き場よ。もしかして、もしかして、いたんですが、完全に物取りなんですが。まあでもね、あれで OK とはならない。パトルに怒られるよ。論外だよ。僕がフィクサーからさ、当然責められるわけだよ。そのことを分かってない。そしてお前、下着ぐらい片付けとけ。かくして神の精霊に力を得たその者はアシケロンに出向き、30の手下どもを退治した。タッカー・アルバックを含めてな。 B、 よくやった。血は流れたが、それも仕事のうちだ。すいません。ではまた。うかつにも見つかってしまいました。よし、ここやって、ここやって終わりか。ねえ、シンシアよ。ペペの妻。はいはい。覚えてる？覚えてる、さっきだ。覚えてる。彼に何を言ったか知らないけど、本当にありがとう。そういうの聞いてから。B、 仕事だ。ある車を回収してほしい。現所有者はシックスストリートだ。車とその持ち主については詳細を見てくれ。
思ってんのか！OK です。割と多少犠牲出ても怒らないから。なんか死んでるんだけど、どうした？ここに入れんの？無理。入れろってか。ドアぶつけましたけど。おかげで助かったよ。感謝の言葉もない。私だったらここに長居はしない。すぐにシックスストリートがこの車を探しに来るだろうね。今日街を出るさ。叔父がよく言ってた。車と友達どっちか一つを取るなら絶対に車にしろってね。少なくとも車は裏切らない。それに引き換え人間と来たら。なるほどね。よーし、終わったぞ。これで依頼全部じゃない？パドレの依頼全部クリアしたし、あとはもうここの調査が終われば、もうここだけだ。もうここだけです。ここだけです。車は持ち主のもとに届けられた。次は報酬をお前のもとに届けよう。善をなせば善が返ってくる。それではまたな。友が欲しければまず彼を試すことだ。信頼してならないの。私に頼り、私の期待に応えてくれた。それなく私は彼を全てのやらこなし、ヘイウッドに貢献を取りしてくれた。ヘイウッドがお前に力を貸すことだ。保管庫を確認するといい。これはワトソンかな、やっぱり。なんか悪いことした気がする。終わりー。